はい、みなべ一本松漁港、アオリカ、狙いの場合ですね、まず、堤防と地磯とあります。で干潮になると、こういうふうにこれ航空写真ですけど磯が出てきます。で、アオリカの、狙う場合は、この地図でいうと、だいたいこの先端とでここは、浅い根がかりも多いんですけども、まあ、当たりも割とあります。なのであまり、沈めていくと根がかりしたり、アオリカがかかって、泳がせすぎると、根がかりが多い場所です。でここは水深がありますので、ここは一番やりやすいです。で反対側は、ここまあほぼできます。ここも潮を引いた、ここも、潮が引かないとできないので、潮を引くタイミングを見て、やってください。で途中ここ溝があるので長靴、干潮時でも長靴あった方がいいです。で、駐車場ここから、ここなんですけども、ここからすぐ降りてこの場所ですね、ちょうどここ写真のここになります。ここは割とやりやすいです。でここ堤防になっているんですけども、ちょっと、三脚がなければもう駐車場から登っていくんですけども、登れない場合もあるので、何か登るものを用意していった方がいいです。ここもその堤防から、中域に釣れます。で全体的にこの辺は、浅いです。もう3メーター前後ぐらいの水深になっています。まあ、春の、アオリイカ産卵場になっていますので、あの沖から、大きいイカが入ってきます。でこの辺はちょっとあのやらないですね、できないです。こう渡れないので、干潮時に胴長を履いてやっと渡れるぐらいなので、あまり普段人は行かないですね。であとテトラあります。テトラは、潮の満ち引き関係なしに行けますので、だいたいポイントはもう根元から、あと中間にもやる場所と、あと先端と、だいたい大きく分けて3箇所、沖向いてやれる場所があります。であと先端部分も、いけますが、先端部分よりやっぱこういう溜まりやすいところの方が、アオリカのあたりは多いです。